皆様おはようございます。プレイスルエステルナリでございます。こんなね、あの謝罪シーンから始まりますけども、ルミナさんよりシーズン8をお送りさせていただいております。今回はそのね、最終シリーズとしてアウトドアシリーズのね、第3弾あたりなのかな、これ多分それぐらいです。それぐらいかな、うん。小樽での、一泊をお送りさせていただきたいと思っております、今回ね、助っ人もご用意しておりましてはい、おはようございます。おはようございます。ネーブルフェルム担当の担当まだサイトもないんですけど、あ、駒谷雄介でございます。はい、よろしくよろしくお願いします。はい、今回こんなね、あの前のシーンとね、この車の中のシーン両方ね、同時に撮ることができてると、だいぶね、ルミナスタジオも1年半 YouTube をやってここまで進化しております。ニコ動では、あんまりなかった進化ですよ、これ、うん、なかったですね。でしょ、これはなかったね。こんなことまでやっちゃうっていう、ね、あー来ましたね、白い恋人パーク。あー来ました、行けろ、懐かしいな。そうここにね、僕はテレビの中継で行きましたよ。マジで、アシスタントのアシスタントで行きました。アシスタントはあ、基本的にはケーブルさばきとモニター持ちですね。なるほどね、のモニター、気温 28.3 度ですかマジか、夏暑い。さて、高速道路に入るわけなんですけども入ります。この車あんまりスピード出ません、出せません、はい、なので車中泊は煽られることでしょう。そう大体煽られます。しかしね、僕らその要素見れません。後ろの荷物、見えませんからね。すごい天気だ。あー、いいわ。晴れ強いけど、強いけどね、台風がね、こんなにもね、早く過ぎるとはね、予想を答えにしなかったという、思わなかったです。正直僕、昨日寝る前、8割ほど諦めてました。あー、これも無理だなと。俺も4時ぐらいに編集してて、ああ無理だろうと思って、そのまま編集を中断して寝ました、はい、10時起きました、はい、晴れてんじゃねえかよ簡単的だったと。なんだよこれ、やるんじゃねえか結局まさかでしたね。そうだからね、あのバンガローも予約してない、ね、こんなに結構遅くなった、ね、フィールド空いてるのかなってまずはそこからですね。まずそこからなんですよ。空いてなかったら、もしかしたら海になる可能性も。おお、一気に。そう。海へ。海水浴場で泊まらん可能性も何にしもあらん。雨が。嘘。あれ？マジかよ。いや、せめて飯食ってからにしてくださいよ。ねえ。住みつかないよ。これは痛い。炭使わないで作ることになっちゃう。どうやるんだって言ったら、もうひたすらガスボンベでこう、わあ、そのやつ。ガスボンベで下、あの乗せて下から熱するしか。やるしか。そう。あれ？大丈夫かな。いや、まあバンガローだからね。うん。安心ではある。雨風の心配は多分ないとは思うんだけど。あれはもう雨見えてますよ、もう降ってるのが見えてますよ、ね、これはかなりの雨なんじゃないんですかね。いや、夕立であってほしいけれどもね。いや、夕立でしょ大体夕立じゃなきゃおかしいよ。もうザッとやんで、ザッと止むこのスタイルじゃないと、僕らは完全にこれ相手取らないといけません。なんかよろしくなってまいりましたよ。視界開けた瞬間、あんま見たくないもん映りましたね。この無数の線は何でしょうね、お分かりですか皆さん。なんかさ、はい、まだ6時だよ暗いんだよ。いや、そうなんですよね。もうなんかもうイオン出たあたりからちょっと暗いなと思っていたけれども、そんな空気を感じるんですよ。それはまさかだったね。晴れたからといって油断をしていたこのブレイクスルーエステルナリと小林雄介でございます。手厳しい。あ、自然の力という、台風が去ったからって甘く見ちゃいけません。これはもうただただ
単純に天気が悪い。そう台風のせいじゃないんですよ。台風のことは責めないでください。まあ、ね、申し訳ございませんでした。上げてください、上げてください、頭を。いやいやいや、これいや油断してましたね。山来たらこうでしたね。あーもうね、あんまり無理させれないと思ってね、びしょ濡れになってね、もうね、諦めました、いろいろと。もう乾くとこなかったですね。そうそうそう、全部濡れてましたもんね。そうそうそう、今乾かしてる最中ですからね。ね、あのシェイプアップベルトがね、生丸出しなんですよ。こんな絵見ないでしょ、普通ね。どうしてくれましょう。